どうも皆さんお久しぶりです。レム玉です。レムです。まあいろいろと発表もされましてね、お久しぶりなことで。そうですね、やっぱりリクちゃんがね正式に加入したということで、どうですか今の心境は。でも俺も思いっきり喋れるなと前まではちょっと前までちょっとねブログもね書けないことだらけだから、ね、そうそうね、まあ、なんでちょっとこのバックのミュージックがこんなにねちょっと大きめなのかっていうと、みんなでランチに来てまして、それのこう延長で、あ、ランの家じゃなくランチじゃなくて、ランチはどんな音楽かかってるんですか。ランチはねヘビーメタルでしょ。ヘビーメタルしか聞かない。最近ねヘビーメタルあんま聞かなくなっちゃったね。いいね、ランチ行こうですったら、え、どっちみたいな話になっちゃうよねランチね最近無音だねうっそ無音だね。なんでそんな暗いの。生活感がないね、ランチ別に生活感と音楽は関係ない。自分でランチってランチね新しいあだ名みたいになっちゃったまあそんなこんなでどうですか最近まこちゃんは。そうっすね、いろいろ発表されて2月28日も次はライブですね。そうですね、やっぱり、まあ、その日に4月3日の俺たちもね正式指導の主催のチケット発売されるんで、はいはい、ぜひぜひ、まあ、チケットだけじゃなくて俺らの、ね、28日もお互いねいいライブにしたいんでぜひ見に来てください。そうですねで、その28日のチケットなんですけども、カズちゃんから素敵なプレゼントがあるらしいんで説明してくださいよ。あーもう言ったっていいの。言ったら引けないよ。いや別に引かなくていいんじゃない。まあでも何かこう、まあ考えてる、今考えてるの、まあわざわざ来ていただくわけですから、ちょっと粗品というか、まあ、ね、そのそうチケット買ったら粗品がついてくるよみたいな。まあただ単にチケットを渡すだけでちょっと、ね、申し訳ないんで気持ちを、ね、気持ち程度の、うん、ちょっと何かも用意しとくんでぜひぜひというぜひぜひともゲットしてください。ゲットでゲットゲットでまたちょっと一つ発表、ね、ちょいと発表というか、まあまあまあ軽いジャブ程度の、まあどうせ予想ついてるでしょ。軽いジャブじゃ済まないでしょ。本当ドロップキックぐらい。ドロップキックは結構ハマってんね。なんでボクシングからプロレスボディーブローとかじゃない。まあコブラツイストぐらいは。コブラツイスト以外は行くんで。マジで楽しみにしてください。まあ前置きが長くなったですけど、ここからいつも通りのちょっとトークタイムに入りたいと思います。はい、今回のテーマは最近ハマってること、もの。どうですかね、誰から行きたいですか。ないな早いじゃあランから。じゃあランからつまんないな。つまらんつまらんつまらんだ。本当につまらん人生を。いやいや言ってたじゃん。いやこの間富士そばについて語れば。富士そばはつまんないけど。店員の声ではない。いや最近あれでしょ、なんかインテリア的な感じの。ああ最近ね、はい、あるんじゃん。あるんじゃん。ニトリ、ニトリホームページばっかり。ニトリのホームページで何見てんの。え、家具を。家具を例えば何が欲しいの。そう今一番これがいいなみたいな。今ねやっぱあのね全部置ける、なんだあのパソコンとかテレビとか、パソコンとテレビとコンポ、ちょっと全部並べてさ、あローテーブルじゃないや、なんていうのラックじゃない、ラックとはまた違う。いやでもテレビラックの長いバージョンでしょ。そうそうそう。なるほどね、あれは確かにいいですよね。僕んちもあれですよ、結構長めのやつにテレビとパソコン並べて。ジュン君ちはね、シャレオツだよ。いや、来たことあんまないでしょ。一回ね、あんまりないでしょ。1分ぐらいね、1分ぐらい撮りました。一回見ただけでしょ。いやー、いい部屋。ジュン君ち常連だわね。そうそうそう、明日もご飯作ってもらっちゃってね。そうだよね、カレーが美味しかったって。カレー美味しかったです。ありがとうございます。まあ、ハマってるもんって言ったら、まあそのぐらいかな。まあ、富士そばにはね、いつもね、まあ、ハマってるわけじゃないよね最近。
特にないね。なんか、あ、中野ああブロードウェイにこの前はまりそうって連れてってもらったんですけど、はい、あそこはいいね。何、どういうところが良かったの？なんかフィギュア、フィギュアとかいろいろあるじゃん。全然興味ないのね、俺なんかアニメとか。ああ、でもなんか喧嘩売ってらっちゃうあのコスプレのお姉さん通った時ね、ああ反応してたじゃん。反応してたねもうっつって、太ももがっつって、太ももがっつって、それあの、ほか弁のおばちゃんの話おい言い過ぎだぞあ、でもね、とりあえずなんか面白い雑貨屋さんとか面白いからね、なんかそういうの。まあそういう、ちょっとね暇つぶしできるようなところがね、原宿だったり、コレクター心をくすぐるってやつですか。うん、全然話変わるけど、なんかコレクションしてるやつとかあんの？集め、あ、リックのなんかね、ベアブリックでしょ、集めてるじゃん。なんかあんの、みんな、なんかあるの、コレクションしてるもの。コレクションか、難しい。昔 CD はマジコレクターだった。かずちゃんはあるんじゃない？俺はある。かずちゃん何か、あの、料理のフィギュア、ミミちゃんみたいな。そうそうそう。え、なんで料理？え素朴な疑問だよ。何？なんか前ブログに載ってたやつでしょ。そうそう、あれめっちゃ、あれめっちゃ増えたよ。あの、俺のコレクションケースいっぱいになってるんです今。それ中野で。でもなんで料理なの？え、カレーとかラーメンとか。そう、焼肉とか。それを見て満たされるの？いや、なんか俺ちっちゃい時なんか女の子と遊んでる方が多かったわけ。うん、で、あのシルバニアファミリーとかさ、リカちゃんなんとかとか。リカちゃん人気じゃねえ。いや、昔から好きだったの。リカちゃんなんとかハウス、リカちゃんハウスとかあるでしょ、うん、あの、なんかちっちゃい炊飯器とか、はいはいはい、そういうの好きだったわけ、昔から。なるほど。それで、多分今も好きなの。あ、なんか癒される、見てるって。なるほどね。まあ、じゃあこれ、コメントあげた後に斜面載せるブログに、多分引くぐらいあるから、ね、全部あのブロードウェイで買った。え、一個いくらぐらいするの？いや、あのピンキリです。どれくらい、大きさはどれくらいなの？え、あの手のひらに乗るぐらい、一個。手のひらに乗るって結構ちっちゃいか大きいかわかんない。いや、500円玉ぐらいの大きさ。あ、ピザが500円玉ぐらいの。それがガチャガチャみたいな感じ？いや、あの箱に入ってる。ガム、ちっちゃいガム1個入って食感だよ。おー、はいはい、それの類なんだけど、やっぱ思い通りのが出ないでしょ。そうだね、全種類。あの、え、じゃあ かぶっちゃうんだ。そう、だから中野ブロードウェイはバラ売りしてる。あ、そうか、そうか。でもちょっとやっぱレア物の高いんでしょ。そうだね。レアのとか、レアなの料理ってなんだろうね海鮮丼とか高いあ、細かいからだよ。そうそう、あー、やっぱなるほど、ね、クオリティの問題なんだよ。あー、結構ピザとか、じゃあピザとかは割と。そっかそっか、じゃあ結構難しいやつは。そうだ ね。じゃあマルゲリータよりはカプリチョーザが高い。そうだ、色的に。そうだ、食ったばっかだからさ色いっぱい使ってるとかね。そうそう、それはまあちょっと孫ちゃんのカメラで撮ってもらう。あ、じゃあ今度撮る。綺麗。なんかお気に入りのあれは食べ物は一番お気に入りの食べ物。長えな、この話。引っ張んな。焼肉のやつだね。焼肉とあのビールのセットのやつだ。おいいね。いや、ビールもこう注がれてる状態だから。あの、あるじゃん、よくさパスタ屋さんでフォーク刺さってる あの状態なの、はいはいはい、その躍動感がすごい、ね、たまんない。躍動感怖いですね。超悲しい、これで。まあそうだ。いや、でもまあ今ハマってるといえば、まあそこまでそれてないんじゃない。純はなんかない。僕ですか、最近ハマってるもの。最近ハマってるものか。いや、毎度のことだからあれだよね。なんかアニメとかの話になっちゃいそうだな。いいじゃないですか。まあ、俺は分かんないけど、聞いてる人は分かるね。聞いてる人は今期とか何とか分かるけど、メンバー誰も分かんないんだもん、寂しいよ。分かるかもしんない。俺も分かる、分かるかもしんないよね。嘘ばっか、ワンピースしか分かんないでしょワンピースは鉄板で。ランは何分かんの？俺大体分かると。嘘、まあ、最近なんか読んだ漫画。うるせえやつらとかでしょ古いな。ラムちゃん
最近読んだ漫画、うん、俺カバチタレかな。カバチタレ聞いたことある。あのね、行政書士ドラマやってたじゃん。金融会社金融ってか何じゃ、牛島くんとか読むってこと。え、牛島くん、うん、何それあー、何それ。俺、ね、でもベルセレクとかね。ああ、あとね、うん、あれはね、全巻あるんで、ね、バカボンとか。あ、バカボンと俺思ってる。なんかああいうちょっとグロいけど。あとあれはワンピース。ワンピースはね、あれは読んだ読んだ2巻2巻まで少ねえ。バギー、純くんのあれは今期の何、今期の今期の良かったやつ。今期の良かったやつ、うわーめっちゃ難しいな。いっぱいあるんですよね。そんなにあれ夜中やってるやつでしょ。そうそうそう、今期っていうのは今回の時期。そう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 、今の冬っていうアニメなの。冬アニメってことだ。そういうことね。そう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 、今期ね、いっぱいありますね。でもレベルいいじゃないですかね、やっぱ。あれはね、最高ですよ。ハンターハンター書いてる今、カラーレンジャーやってるから懐かしいですよ。あれ、じゃあまこちゃん。そうですね、まあ、漫画だったら、え、漫画漫画だったら、まあ、ハマってる漫画だったらやっぱぶっこみのタグです、ね、古くねえかそれも。私反応なかったんだけど、一人だけ反応くれて、あのちゃんと割渕先輩まで分かる方がいて。それはやばいよ。今喋ってても一人しか分かってないってこと。まあでも一つ聞いてください、重大発表があります。え、そのぶっこみのタグ、ああ、ぶっこんでますが、4月から新連載決定しました。そうヤングマガジンで新連載決定しました。いや、続きみたい。続きで、その舞台の1年前で、アモーセロニアス時津貞さんがアモーセロニアス、アモーさんじゃない、あのナイロンのアモーさんではなく、アモーセロニアス時津貞さんが主役というか、ぶっこみのタグゼロみたいな、そんな感じで始まります。なんかうちらの発表よりさ盛大だった。そうでしたね、すごい。レムと同じタイミングでね。確かにね。ぶっ込みのタクも、じゃあタクちゃんもちょっとぶっ込んでくんで。ぶっ込みのレム。ぶっ込んでうんでよろしく。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 まあそんな感じで僕はあともう一つ言うとしたら、まあ漫画の他に今実はですね、あのカトゥーンにハマってるんです。おお。はいはい。あの最近あのたまたま DVD であれを借りてきたんですよ。のぶたをプロデュース。はい。ドラマを見るのがちょっと最近ブームで。良かったですねあれは。すっごい面白いじゃないですか。でしかも堀北真希ちゃん。あ、真希ちゃんね、出てますね。うん、でちなみに俺はあの戸田梨香ちゃん演じるマリコが好きなんですけど。マリコ派。マリコ派です。いやー、もうあれみんな、あれこれ俺らだけ？え、みんな盛り上がる。なんかちょっとしか見たことない。マジ？基本ドラマ見ないのね。だってあのね、ヤマピーと亀梨くんの、いや俺ヤマピー、ヤマピーやっぱ好きなんだ、ね、俺は亀梨くん。いやー、まあそんなこんなで亀梨くん、あ、かっこいいなと思ってあの CD を借りたんですよ。でアルバム、サードアルバムですね、うん、カトゥーンさんのサードアルバム、クイーン・オブ・パイレーツというアルバムを借りたんですけど、ね、めちゃくちゃかっこいいんですよ。パイレーツ、クイーン・オブ・パイレーツ、パイレーツパイ、パイレーツ、だから超いい、なんか言いたそうでした。だから要はあれ、なんだ、あの海賊の女王ってことですよ、ね、いや、まあ分かってます。まあそれで、なんだ、あのそれやたらかっけえなと思った曲があって、うん、あのキープザフェイスっていう曲なんですけど、はいはい、これなんだと思って調べたら、シングル曲でしょ。そうそうそう、調べたら、うん、あの氷室京介さんの、はいはい、プロデュースしてる曲で、すごいかっこいいんですよ。じゃあどうぞ。え、これ歌っちゃまずいし、まずいんじゃないか。歌いたいんですけど、あ、じゃあ、あのもし機会があったらパートチェンジとかね、バンドでやるときは僕カトゥーンさんのキープザフェイスを僕がボーカルでやらせていただきますということで、もう僕はそんな感じですから、ね、はい、あ、あとあれ、あとはリクちゃん、はい、リクちゃんは最近ハマってるもん、最近ハマってるもん、なんかないの。鹿野さんじゃないの。もうそれ昔からじゃん。いや昔からハマってないよ。ハマったことない。ハマったことない。そう、鹿野にハマった女みたいな俺が。何を言ってんだ。はめられた。はめられてないよ。ハマってるもんか。ハマってるもん。ワンピース、まあワンピースとベアベリーっていうね、やっぱりね。なんで。でもワンピースのあの黒髪の人は好きだ。誰？結構多いよ黒髪。いや、センター分けの人。